あの女の子に成長したということで、はい、上巻こもる多分床運動をやるんじゃないかと思うんです。あ、そうですか、はい、何かあの二通りの曲を選んできたそうですが、まあ、上巻を込めた方の曲目です ね。不審のダブル宙返り決めております。あの幸せなら手を叩こうの曲をアレンジいたしました。曲も用意していたんですが、こちらの曲を使いました。マリア・フィラトワ選手、特にソ連の床運動っていうのはもう、はい、人の心の中にそーっと入り込んだり、それからあの人の心を掴んだりという情感あふれるという、そういうものが得意なんですね。フィラトワ選手もやはりここまで成長したのかなって感じしますね。そうです、これを見ますとね、はい、本当に成長したんだなっていう感じがするんですね。あの首の使い方、手さばきですね、はい、それからこういう寝技をやりきるそのリズムもちゃんと あるんですね。計算されてます。まあ、どちらかと言いますとあのコミカルな技を得意としている選手ばかりと思っておりました。そうじゃありませんね。こういう女性らしい表現というのも十分にこなせますフィラトワ選手。最後のダブル宙が決まれば、はい、まず決めました。場内うっとりしておりました。マリア・フィラトワ選手の床運動でございました。